パンチアウトは、任天堂が1980年代に発売したアーケードおよびファミリーコンピュータ用ボクシングゲーム。ファミコン版には、景品版と一般販売版がありタイトルは、景品版はパンチアウト。一般販売版は、最終対戦相手にマイク・タイソンを据えたことから、マイク・タイソン・パンチアウトとなっている。あとに、景品版は w i ニンテンドー 3DS Wii U のバーチャルコンソール、ニンテンドースウィッチのファミリーコンピュータニンテンドースウィッチ、オンラインでも配信された、パンチアウト、シリーズの第一作目。もともと、パンチアウト、は、ニンテンドーオブアメリカの意向が大きく反映された作品で、制作は日本ながら、グラフィックやキャラクターは、かなり、米国受けを意識したデザインとなっている。 実際にも世界各国で人気を博した作品であり、その後の続編はいずれも各国向けに制作されている。2018年3月30日にハムスターが展開しているアーケードアーカイブスの一つとして、任天堂スイッチで配信開始。プレイヤーは主人公を操作し、対戦相手の繰り出すパンチをかわしつつ、対戦相手を起こさせるためパンチを繰り出す。 パンチの回避方法は、スウェイ、パンチは、頭部、腹部右手、左手を打ち分けられるほか、条件を満たすと、大ダメージのアッパーカットが繰り出せる。3部1ラウンドだが、判定はなく、タイムアップすると、ゲームオーバーとなる。アーケード版は、特典及びステータス表示画面と、自キャラクター及び敵キャラクター動作表示画面の2、画面筐体。キャラクター表示画面は、 自キャラクター背面頭部付近からの俯瞰構図になっており、自キャラクターはワイヤーフレーム表示されている。マリオとドンキーコングが観客として登場している。なお一周クリア後はチャンピオン防衛戦扱いで、プレイヤーが負けるまでゲームが続くが、対戦相手の行動パターンも増え一周目に比べて難易度が増す。景品版、一般販売版ともに、ゲーム内容にはほとんど差はないが、 パスワードの互換性はない。景品版は、やや大きめの金色のカートリッジで、任天堂の企画、第2回ファミリーコンピュータゴルフトーナメント、上位入賞者及び全参加者に対する抽選の、当選者に配布された。一般販売版は、黒色のカートリッジで、最終対戦相手に当時、ボクシングヘビー級チャンピオンだったマイク・タイソンを据え、マイク・タイソンパンチアウト。 のタイトルで1987年11月21日に発売された。日本国外のみ、1990年にマイク・タイソンを講述のミスター・ドリームという架空のボクサーに差し替えた上で、パンチ・アウト・フィーチャリング・ミスター・ドリームとして再発売された。GC 用ソフト、動物の森でプレイできるものと2007年4月3日より、Wii で配信。 2012年2月1日より、任天堂 t e n d 3DS で、配信。2013年6月5日より、Wii U で、配信のバーチャルコンソール版は、日本国外再販を移植したものである。これは、権利問題、及び後に、タイソンが起こした、様々な不祥事によるもののためである。条件付きで、大乱闘スマッシュブラザーズ4 Wii u の、名作トライアルというモードで体験版が、 収録されている上に、任天堂 e ショップに接続することで購入することができる。2019年4月10日には、Nintendo Switch で、配信のファミリーコンピュータ Nintendo Switch、オンラインにて、プレイ可能なタイトルとして、景品版が収録された。マリオがレフェリーとして登場している。主人公リトルマックを操りチャンピオン目指して、対戦相手を撃破するのが目的。 試合は3分3ラウンド。打撃を受け体力ゲージが0に達するとダウン。ダウン中10カウントでこ。同一ラウンド内3度のダウンあるいは試合中5度のダウンを喫すると TKO 負けとなる。3ラウンド内で決着がつかなかった場合、審判による判定にもつれ込むが、ホームタウンディシジョンでマックに不利な判定となる。判定基準は獲得した得点による判定へと、 持ち込まれるが勝利に必要な得点は対戦相手によって異なる上、大抵の相手はその得点の目標値が高く設定されている。中には判定勝ちが不可能な相手もいるので、基本的に個、あるいは TKO を目指すことになる。WVBA のマイナーサーキット、メジャーサーキット、ワールドサーキットの3ステージがあり、各ステージではランカーとの対戦及び、 チャンピオンとの対戦が行われる。チャンピオンに勝利すると訓練ムービーが流れた後10桁の数字が表示され、次回ゲーム開始時にこの数字を入力すると次のステージからゲームが開始できる。キャラクターの体力は相手の打撃を受けることで減少するが、インターバル中にセレクトボタンを押すことで1試合に1回だけ回復可能である。相手の中には一部打撃には一撃で、 マックの体力をすべて奪い去る威力があり、また逆に相手によっては特定のタイミングでのアッパーカットやパンチ一発でダウンを奪うことができる場合もある。次キャラクター、マックのステータスには体力の他にスタミナを示すハートとアッパーカット使用可能回数を示すスターがある。ハートは打撃を受けるあるいは打撃をカードされることにより減少し相手の打撃を 連続的に回避することで回復する。スターは特定のタイミングに獲得でき、アッパーカットを放つたびに一つ消費される。許される敗戦は2回までで、ワールドサーキットのチャンピオンになるまでに通算して3回。負けるとゲームオーバーにされる。負けの記録はパスワードを取ってもセーブされ、帳消しは一切できない。ピストンホンダ戦で特定の観客の表情が変化する瞬間。 パンチを打つと、カウンターパンチが確実に決まることが発見された。対戦相手対戦相手は、ファミコン版の市販バージョンのみ登場するマイク・タイソン、日本国外再販お及び VC 版のみ登場する、ミスター・ドリームを除いて10人。ゲーム中複数回対戦する相手もおり、その際には行動パターンが変更されている。また、キング・ヒッポ以外のキャラクターはグラフィックが2人ずつ。 共通している。以下、そのグラフィックが共通しているキャラクターをタイプと表記する。なお、マイク・タイソンとミスター・ドリームのセリフは同じである。対戦準ステージは、WVBA のマイナーサーキット、メジャーサーキット、ワールドサーキットに分かれており、それぞれランカーとの対戦を行いランク1位の選手に、勝利するとチャンピオンとの対戦となる。 チャンピオンに勝利すると次のステージへと進む。敗北するとその前の相手に戻される。なお、マイク・タイソン・パンチアウト。および、各国の版、VC 版においては、ワールドサーキットチャンピオンになった後にドリームマッチが待っている。2009年に、Wii においてリメイクがなされた。カナダの企業である、ネクストレベルゲームズが開発している。画面は 3D で、 トゥーンレンダリングを用いる Wii.com やみんなの任天堂チャンネルで FC 版の大ファンだったという芸人バカリズムのプレイ動画を公開した2015年6月24日より Wii U の任天堂 e ショップでダウンロード版の販売が開始されたキャラクターに関しては一部新たに設定し直された要素がある各選手ごとに身長や体重についても設定されたほか 登場人物は出身地に対応した言語を喋るようになった。ドックルイス、エスパンチアウトは北米におけるクラブニンテンドーの2009年度プラチナ会員特典として発表されたウィーウェア用の非売品ソフトであると選択式。タイトルの通りドックルイスがメインの作品でセコンドであるルイスと戦うことができる。通常のウィーバンと基本システムは同様である。だが、 ドックルイス関連の内容のみのため、モード数は大幅に減少している。上述してきたように FC 版の一般販売版と w e 版においては、ラウンド間のインターバルで対戦相手のセリフと、リトルマックとドックルイスの会話がそれぞれ表示される。内容は様々で、以下のようなエピソードもある。大乱闘スマッシュブラザーズシリーズ、大乱闘スマッシュブラザーズ X。 大乱闘スマッシュブラザーズ4 Nintendo 3DS Wii U ありがとうございます。